ラディフォール殿、それにバレリア殿もご無事でしたか。お二人もよくご無事で。ヘイルゼンが実権を握ったとはいえ、理由もなしに処罰を行えば反発する者も出てこよう。これで処分する理由もできたわけだが、勝てば官軍というしな。ヘイルゼンとギリアムは城内ですか。一番奥にこもっておる。ここをお願いしてもよろしいですか。できるだけ兵をこちらに引きつけておく。あの二人を頼んだぞ。城内にはまだ多数の兵が残っている。気をつけていかれよ。行くぞラディウス。無駄な戦いはするな。狙うはヘイルゼンとギリアムたち、強硬派だ。それでこの戦い終わる。ではでは、迷子にならないように気をつけてまいりましょう。誰だ、城門を開いたのは。なぜ城内から火の手が上がっておるのだ。落ち着かれよギリアム殿。これが落ち着いていられますか。裏切り者がおるのですぞ。誰が手引きしたかなど分かりきったことをおっしゃった。城内のこの本宮には我らの手の者しかおらん。城外にしても数ではこちらに分があるのだ。ここは一つ腰を落ち着け、奴らを撃退したという報告を待とうではないか。ですが、まさか城内に配してあるこの絵兵団を相手にここまで来れるとは思え。仮にですぞ、万が一ここまで攻め入ってきたその時には奴らに身の程を教えて差し上げればよろしかろう。逆賊がどのような末路をたどることになるか、我らに盾ついたことをその身をもってな。ここまでだヘイルゼン。プリムダリル王バルザックの諫言に乗り、私利私欲のために軍を動かしたその罪、決して許されるものではない。そのぶしつけで知性のかけらもないところはいつまでも変わらぬな。これでは先立たれたビュッセル公爵も浮かばれぬわ。これが俺なりの恩返しだ。諸悪の温床となっている貴様らの罪を暴けば父も安らかに眠れることだろう。恩返しとはよく言ったものだ。罪というが、領土拡大は民が望んでいること。豊かな暮らしを望むのは民の常。その声を無下に退けることはできない。まだそのような奇弁を弄するか。バルザックが何を企んでいるか知っていて手を組んだのか。プリムダリルは、バルザック王はゴブリンやオークを手勢として動かせるのだぞ。なんだとバルザックめ。貴様はバルザックにいいように操られていただけだ。罪を認め、今すぐ軍を戻すんだ。戦う相手はフェンサリルではない、フリムダリル、バルザック王と闇の軍勢だ。まったく、あの偽善者も厄介な荷物を残してくれたものだ。だから言ったのだ、得体の知れぬゴミなぞ拾うなと。何ですって。エルフの娘に付き従う化け物、有造無造の人間以外の輩。あの偽善者らしい顔ぶれだな。飼うのは構わんが、放し飼いにするのであればせめて飼いならすくらいはしておいてもらえぬとな。獣どもが動き回ってくれたおかげでこの本宮が汚れてしまったではないか。俺のことをどう言おうと構わない。だが
俺の恩人を、俺の仲間を侮辱することは許さん。侮辱ではない、ありのままを語ったまでのこと。所詮は下船の輩、汚らわしい限りだが、そうと分かれば外の騒ぎを収めんとならぬのでな。どれ、私が相手をしてやろう。さあかかってくるがよい。ところで終わるわけにはいかぬのだ。城内は制圧した。強硬派の人たちはこの奥です。後のことはお願いします。城外の兵も強硬派を拘束したことを伝えると、多くは抵抗をやめ投降の呼びかけに応じている。ラディフォール殿には本当にお世話になりました。ここは我らに任せて、ラディフォール殿はアンドラ・ラ・ベラへ向かってくれ。今ならばまだ間に合うかもしれぬ。わかりました、ここはお任せします。バレリア将軍、我々が至らぬばかりにご迷惑をおかけした。頭を上げてください。本当はこんな時にこそ私が彼らの暴走を止めなければならなかったのですが。そう思うのだったらグルグンド軍を止めないとね。それができるのはあなただけなんですから。そうね、動ける兵を集め待機させている。即席の軍だが、訓練の行き届いた兵が多い。十分戦えるだろう。さすがバシタールの兄さんはいつもながらいい仕事してくれるぜ。それではまた後ほど。よろしく頼みます。